皆さん、こんにちは。昨日新日本所属ラストマッチを終えた岡田和親選手。最終戦で行われたネバー6人タッグ王座 V8 に成功し、その日限りで王座を返上。約17年間在籍した新日本を離れることとなりますが、そんな岡田選手は棚橋博選手と内藤哲也選手に対する思いを明かしていたのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。岡田選手は2007年からお世話になりました。新日本プロレスを退団させていただきます。メキシコから19歳で来たどうしようもない岡田和親をレインメーカー岡田和親に育ててくれたことに感謝しかありません。新日本プロレスという最高の団体、戦ってきた最高の選手、応援やブーイングをしてくれた最高のファンの皆さん、本当にありがとうございました。残りの試合も金の雨を降らせますのでよろしくお願いしますと感謝を綴り、対談の経緯については、契約が最終年の5年目であったことが一つのタイミングであったと明かしており、ここからまた新日本プロレスと契約していくのか、それとも他の世界を見ようかと思った時に、もしかしたらこれが最後のチャンスなのかもしれないというところはありましたねと説明し、決断時期については会社ともいろいろ話し合って決めたのはつい最近だったと話していました。最終的に新日本を出ることを選んだ理由として、今回辞めると発表して巡業に出て、やっぱり居心地が良すぎるんですよね。それはどうなのかなって、メキシコから始まったプロレス人生の中で、新日本プロレスに来てレインメーカーになって12年経って、多分ここにいれば何も不自由なくプロレスできちゃう。でもそんなハングリーさのない岡田和親になってくるのも嫌だなと、あぐらをかけるような状況が嫌というかと理由を説明。人間岡田和親だったらここには仲間もいるし一番いい環境ですけど、レスラー岡田和親としては違うなってところがありましたねと、レスラーとしての信念を貫いた結果であることを明かしていました。岡田選手の対談は若手にとって大チャンスと思えるものですが、岡田選手にとってはそうではなく、これからの新日本プロレスに一つだけ言えるのは、全然チャンスじゃないよっていう、僕がいなくなったから席が空いたとかじゃなくて、確実に言えるのはピンチだよって、次の世代がよしこれはチャンスだと思うのは確実に間違いだと思うんです。このピンチを救えたものにチャンスが来るというかと厳しい意見を放っていたのと同時に、もちろんそこは新日本ですし、戦ってきたり練習見たりしてきたメンバーですから、誰が来たっておかしくないなとは思いますとエールを送っていました。所属最終戦となった1月24日後楽園、岡田選手の対談に伴い、セミファイナルでネバー6人タッグ戦が行われました。相手は TMDK、 マイキー・ニコルス、シェイン・ヘイスト、藤田厚生組。試合は岡田選手がレインメーカーで藤田選手を沈め、所属最終戦を有終の美で飾りました。試合後には岡田コールが爆発し、マイクを持った岡田選手は、もう泣きたくないです、もう散々泣いてきたから、17年間熱い熱い声援と言いかけたところで言葉に詰まり、大粒の涙を流し涙を拭うと、最後にベルトを巻くことができたけど今日で返上しますとタイトル返上を宣言。このタッグのベルトは棚橋さんと石井さんのおかげで負けたもの、感謝しますと二人に頭を下げると、今日で新日本プロレス所属での試合はおしまいですけど、あと3試合残ってますので、外敵としてしっかりと戦いたいと思いますと、フリーの立場で参戦する2月の3試合を睨んで、きっぱり選手、スタッフ、ファンの皆さん、本当にお世話になりました。また会う日があると思います。岡田和親、レインメーカーをこれからもよろしくお願いしますとファンに伝えていました。バックステージでは棚橋選手が、中村慎介の時もそうだったけど、大きな喪失感はありますよ、いつまでも一緒にいてほしいという思いはあったからと語り、石井選手は岡田を誇りに思うけどめちゃくちゃ寂しいよと涙を流していましたね。岡田選手は2007年、19歳の時ですか、メキシコから帰ってきたガリガリのどうしようもないレスラーでしたけど、こうして一人前にしてもらって、今度は送り出してもらう、感謝してますと頭を下げ、新日で学んだことを生かして
次の場所でも頑張りますと前を向いて続けると、僕もこの先新日にいた方が良かっただろうとか、新日も岡田がいたらなんて思われるのは本意ではないので頑張っていきますと語っていました。岡田選手の涙ももちろんですが、石井選手が岡田選手の腰にベルトを巻く姿やバックステージの涙は熱いものでしたよね。2月からはフリーの参戦となる岡田選手、今後は海外進出が確実視されており、2月11日の大阪大会ではかつて東京ドームのメインを3度も戦った棚橋選手との黄金カードが実現。これに岡田選手は2010年代の一つの時代の終わりなのかなと思いますね。岡田 vs 棚橋でずっと戦ってきましたし、けじめ、そうですね、もうないでしょうね。棚橋さんとやるのは本当に最後、楽しみつつ棚橋さんに社長に専念しようと思ってもらえるようにしようかなとと闘志を燃やしていました。ラストマッチとなる24日札幌大会のカードは現段階では未定で、2016年1月に退団した中村慎介選手は壮行試合で送り出されていましたが、岡田選手は、僕壮行試合は別にいらないと思っていて、率直な意見ですけど辞めていく人じゃないですか、そんな人を送る必要もないかなと思いまして、まあ言い方を変えると裏切り者なわけじゃないですか、だから岡田和親を散々利用してくれたらいいかなと思いますねと壮行試合に対する自身の見解を示していました。上述のように岡田選手は自身の退団は決してチャンスではなく、むしろピンチであると語っているのですが、その中でも特別な思いを抱いている存在が内藤選手でした。2007年8月のプレ再デビュー戦から幾度となく IWGP 戦線でしのぎを削り、昨夏の G1 クライマックス優勝決定戦まで数々の激闘を繰り広げてきたライバルに一番申し訳ないなと思いますよ、内藤さんに。だってジェラシーの対象がいなくなっちゃうんですもんと笑みを浮かべつつ、岡田はっていう存在がいたからこそ、そうだ内藤ってなっていたので、でもそういう意味で内藤さんもまたもう一歩起きるんじゃないですか。僕も中村さんがいなくなったことでそういうことはありましたし、何か気づくことってあるんじゃないかと、それは内藤さんに限らずですけどと独特の言い回しでエールを送っていました。内藤選手は現在 IWGP 世界ヘビー級を保持し、真田選手との世界ヘビーのリマッチが決定。内藤選手は岡田選手の対談にはまだ多くを語っていません。この世界ヘビー戦後にもしかすると席別の言葉を送るのかもしれませんね。所属ラストマッチを見たファンは、レインメーカー、数々の名勝負をありがとう、いよいよ次は世界ですね、新日イズムを忘れずに次のステージでも名勝負を期待してます、頑張れ岡田和親選手、名勝負の数々たくさんの感動を本当にありがとう、レインメーカーさようなら、そしてこれからも応援します、今日ばかりは金の雨ではなく涙の雨だ、頑張れ。中村の時はここまで公の場で離脱の話はできなかったと記憶してる、棚橋が社長だからか、みんなきちんと話ができてるのはありがたい、人気レスラーがファンに何も言わずに離れていくのは寂しいからね。当初は新日に作られたスターというイメージがあってあまり好きじゃなかったけど、猪木さんを意識しだすようになってから重鎮感が増して新日の顔と思えるようになった、ガウンも似合うしこれからかと思ったけど、もうやり尽くした感はあるのかな。いつの日か慎介と一緒に日本マットに帰ってきてくれとエールが多く集まっていました。これでおしまいじゃない、終わりじゃないので、また会いましょうと言い残し、所属最後の大会を終えた岡田選手、出場が決定している残り3大会でどんなドラマが待ち受けているのか、新世代選手は岡田選手にアクションを起こすのか要注目ですね。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。